ケイ、どう？できた！ヨウジ、ケイ、ちょっといい？行くよ、オスカ。心配しないで、アンナ。すぐ帰るから。こんな時間にどこへ行くのかしら。時間まで何してたの？大丈夫、悪いことしてないよ。心配しないで。それに勝手に僕らの部屋に入ってこないで。親父の方かな。そういや、明日の学芸会、ケイの母ちゃん来んの？ケイって親の話全然しないしな。おい、ケイ、うん、帰るぞ。お、あ、行こう。アンナに来てほしくない。どうして？だってアンナはおばあちゃんだし、それに本当のお母さんじゃ。そんなこと言うな！ケイ、ちょっと待って。ケイ、なんだか調子が悪そうね。なんでもない、大丈夫。そう？あら、なにこれは。こんなもの学校に持って行っちゃダメよ。触らないで。
なさい。あれ、ケイは？なんでもないのよ。行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけてね。もう時間ないじゃない。急がなくちゃ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 。大丈夫、アンナは気にしてないって。あ、そうだ、今日の学芸会のことをアンナに知らせたか？用心！あ、アンナ！アンナ！制御装置が故障して止まれなくなってるんだ。僕だ、僕のせいだ。ケイ！いいか？僕は先回りして何か方法を考える。ケイはアンナの後を追うんだ。あれじゃ普通には止められない。どうする？そうだ、繋げばいいんだ。あなたのことなんてもう知らない。先生、プールプール。はいはい、今からお水いっぱいにするからね。あれ、でも先生、お水漏れちゃうよ。ねえ、お兄ちゃんたちに閉じてもらったでしょ。嘘。おいおい、そこ、そこんなよ。おお。海だ。ダメだ、このままじゃ追いつけない。幼児、私は。つながった。わあ。超特急できたから時間には間に合いそうね。かっけー。ケイの母ちゃん生かしてんな。今度みんなでうちに遊びにいらっしゃい。他にも面白いものがたくさんあるのよ。俺行くよ。行く行く。俺も俺も。